どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。今回は新しいゲームをプレイしていきたいと思います。こちらのヘブンダストというゲームをプレイしていきたいと思います。どうやらですね、バイオハザードシリーズに影響を受けたゲームらしいんですけども、コミカル版バイオハザードっていうんですかね、なんか後ろにタイラントっぽいのとかいますけど、ただしですね、日本語に対応していないので、今回英語でプレイしていくんですけども、その辺で少し、つまずく可能性あるんですけど、早速やっていきたいと思います。なるべく翻訳できそうなところはですね、翻訳していこうかなと思います。なんかこのタイプライターの音がもうバイオハザードっぽいというか、ザ・ノイズ・フロム・アウトサイド、外からのノイズはおとなしくなった、そしてひどい沈黙が空気を満たしている。待つ以外に何かをしなければならない。この大邸宅から抜け出す方法を見つける時が来た。ここから脱出しなければならないってことですね。WASD で移動。スペースでインタラクトですかね。ワーデンズダイアリー3分の1。Do you want to read it? Yes. ちょっと翻訳してみましょうか。ワーデンの日記1番。1998年1月15日、雨。雨の日は私を不機嫌にする。ボブ。ボブはもっと多くのことを成し遂げろ。と私に怒鳴りつけてくる。私はユーティリティールームで一日中忙しかったのに。って書いてますね。ボブっていうのが、なんだろう、なんか上司か何かなのか。こっちは、1998年1月23日、雨。アナザーなんとかレイン、もう一つの悲惨な雨の日。そして忙しい一日。そして血まみれのユーティリティールーム、ブラッディユーティリティールームって書いてますね。私はキーを失ってしまった。ロストザオンリーエクストラキー。それをボブに知られる前に見つけなければならない。怒られるからかな。多分私が運んでいた箱の下に落としたのでしょうって言ってますね。これはくだらない1週間になる。うん、箱の下に鍵を落とした。エスケープがインベントリとかですね。で、これが体力ですかね、おそらく。アイテムスロットは6つ。スペース2オープンザチェスト。これはアイテムボックスかな。鍵がかかった。スペースホールドでプッシュ。棚を動かして隣の部屋に、ワーデンズで主人公がワーデンなのかな。3分の2。ワーデンの日記2番。1998年2月の1日、曇り。今日植物学者からこの研究機関の鉢植えのグリーンハーブグリーンハーブですね、グリーンプラント、
にはヒーリング効果、うん、ヒーリング効果があると聞いた。あ、もうこれじゃないですか、グリーンハーブ。1998年2月の15日晴れ、ライリー、植物学者の一人であるライリーは、緑のハーブ、グリーンハーブ、グリーンハーブとアナザーハーブ、別のハーブを混ぜるとより良い効果が得られる。グリーンハーブとレッドハーブみたいな感じかな。しかし、私は噂を聞いたように、ウイルス、来ましたね、ウイルス。ウイルスが本当に流出してしまったかどうかの方が心配だ。って書いてますね。そんなことよりも。1998年2月の17日晴れ、私はたまたまボブを見つけた、オフィスの外の壁、ウォールランプアウトサイド、外の壁のランプに何かを隠しているのを見つけたって言ってますね。彼は密輸品をいじるのをやめられない。ボブがオフィスの外の壁のランプに何かを隠したのを見つけたと。これは重要そうですね。動かして、これがじゃあ鍵かな。うん、ユーティリティルームズキーピックアップ、9ミリの弾でも銃がない。ドアイズブロック壊れている。じゃあここでインベントリー、こっからでもいいのかな。アイテム、リメンバーとセーブユアゲーム、クリックバック、これかバックマ、真ん中のタブが日記とかですね。で右が、セーブロードチュートリアル、トイレ、トイレは鍵がかかっている。通れなそうですね。穴を修復する必要がある。とかも、あ、押すことしかできないんだ。あ、なんかもう鍵、あ、これもバイオっぽいですね。剣のマークの鍵、グリーンハーブ、これ動くんじゃないかな。あ、ここにも、あ、これ死んでるか。
ワーデンズダイアリー3分の3。1998年2月の16日、晴れ。またボブですね。ボブは、空のワインボトルを捨てようとしたときに私に怒鳴ってきた。奇妙なことに、私の記憶が正しければ彼はお酒を飲めないのになぜ空のボトルがあるのかって言ってますね。1998年3月3日晴れ。運命だ。確かにウイルス。ウイルスはしばらくの間この辺りに広がっており、私たちの何人かはそれに応じて対応していると。しかし空気や私たちの間でますます激しくなってきて、誰もお互いを信頼できなくなってきている。この主人公もじゃなんか研究員かなんかってことですよね、おそらく。1998年3月6日、曇り。ジェリー。ジェリーはとんでもない信念をした。彼はハンドホイール。ハンドホイールを、これか、ハンドホイールを洗面所に持っていき、自分自身を閉じ込めた。私たちが彼に尋ねたとき、彼は秘密の部屋の中にあるものを保護しようとしたことを正当化した。どういうことだ？シークレット。自分自身を閉じ込めたって言ってますね、このジェリーっていう人は。なんかウイルスでおかしくなってきて、自分で塞いじゃったのかな、自分自身を。あ、待って。ここに動いてるのがいる。こっちはいけない。上に敵がいたんで。あ、これはだ、剣のマークだ。レッドハーブ。ブロークンクロック。壊れた時計。なんだ、ストップド。クォーターとセブン。レッドハーブを取ってということは、グリーンハーブとコンバイン、レッドハーブを組み合わせることによって、来た！パワフルヒーリングエフェクト。うん。効果が高いってことですね。グリーンハーブ取って、で6つしか持てないですからね。こっちもいける。でグリーンハーブ取って、ナッシング。電力が来てないのか。あ、ボブの日記だ。ここがじゃあボブ、ボブの日記1、1998年、
1月16日雨。人々は、私が金庫を開けるためのパスワードを思い出させるものとして壊れた時計で、時計の時間とみんな誤解をしている。私はただそれを笑い飛ばすだけで、とにかく私は有利だみたいな。みんな時計、壊れた時計を金庫のパスワードだと思っている。でも違うみたいなこと言ってるな、ボブは。2段目、3桁のコード、3ディジット、3桁のコードを覚えるのはそれほど難しいことではないが、年を取ってくると混乱することがたまにあると。それは仕事から来るストレスのせいかもしれない。そこで正しいパスワードを取得するのに役立つ方法を作った。自分で忘れないために3桁の覚える方法。ヒント。ソファー。ソファーに横たわり、ワイン。ワインを飲み、写真を鑑賞。ソファー、ワイン、写真。この3つですね。追伸、壊れた時計、ブロークンクロックはコードには一応関連はしているが、私の金庫のコードではない。この壊れた時計自体もどこかのコードなのかな。でも金庫のコードではないって言ってますね。1998年3月4日晴れ。ダメット。テスターの一人、タイガー。タイガーが昨夜ライリーを攻撃。ライリーってさっき植物学者の人ですよね。ライリーを攻撃し、あ、じゃあ、そうだっけ？忘れちゃった。ライリーを攻撃し、彼は今明らかにゾンビ化している。状況をコントロールできるかどうかわからない。銃を金庫に入れて行動に移す必要がないことを祈っている。金庫の中に銃がある。1998年3月7日曇り。ますます多くの人々が感染してきている。オフィスのスレート、スレートってなんだ。オフィスのスレートを保護するために、口が回らない、保護するために、南廊下のこれら2つの写真を削除。誰も今隠されたメカニズムをトリガーできません。なんか写真を2つ撮ったって言ってますね、南廊下から。でこれが金庫だ。はいはい。で3桁、9ミリの弾で、ヒントがもう一回、ソファー、ワイン、ピクチャー。ソファーは1か。
で、ワインが、1、2、あ、だからワインの殻を捨てようとしたら怒られたんだ。1、2、3、4、5。5ですね。で、写真が、1、2、3。1、5、3かな？ 1、5、3。開いた。来た。ハンドガン。コンバイン。よし。装備した。右クリックで構えて、左クリックで撃つ。あ、構えてるとき動けないんだ。バイオっぽい。ちょっとアイテムを預けに行こう。あ、で、あとこの時計。ちょっとメモっとこうかな。6時46分ぐらいかな。6時46分。6時46分。いや、これ面白いかもしれない。まだ全然序盤だけど。グリーンハーブ預けて、これもいいんじゃないかな。これが後々痛い目に遭うかもしれない。ああ、それずるい。見えないよ。視覚で。ちょっと違うね。逃げ出して。かわす。ヘッドショットとかあるのかな。ああ、無駄弾使っちまった。シンプルジェネレーター。ウィザードバッテリー、バッテリーなしのシンプルな発電機。バッテリーを探してこないといけないのかな。何か意味が。あ、電力がないからダメなんだ。あ、なんか教えて。トークン。ホイールだ。この人がじゃああれか、自分自身を閉じ込めたっていう人かな。
あっと、バスルームキー、これだ。あ、バッテリー発見。バッテリーとグリーンハーブ。グリーンハーブしまって。鍵を使う。いやー、あの人動くんじゃないかな。あ、ジェリーだ。自分自身をジェリーズダイアリー。ジェリーの日記1997年10月の8日、曇り、私はチームリーダーに昇格した、私が最初にしたことは秘密の部屋の金庫のパスワードをチェンジした。セーフインザシークレットルームトゥーホーナートゥデイヒア。どういう意味だ。ここが翻訳されていない。これに変えたって言ってますね。ホーナートゥデイヒア。へへ、ヒア読めない。1998年2月の3日、晴れ。ウイルスは強力で、ウイルス is powerful。代謝を劇的に加速し、宿主の体が急速に腐敗、ゾンビになっていくってことか。1998年3月7日、アンノーン、一日中ここに閉じこもった。もう誰も信用できない、彼らはウイルスに感染している必要可能性があるかな、爆破されたライリーは私を傷つけ、傷が痒くなってきた。少なくともここは安全だ。てんてんてん。感染したんだ。ライリーのっていう人に攻撃されてジェリーが感染。そしてここに逃げ込んで、そこにいると。そして動くと。そういうことだろう。ほらな。待て。結構優しいね。ジェリー、ジェリーじゃない、ジェリー。よし。あ、弾なくなった。残りの弾がない。トークンってなんだ。ハンドホイール。これはどっかで使うんだろうけど。取ることもできるんだ。これをどうするか。みんな向かい合わせとか。
いや、ん？真ん中は？こうじゃない？絵を2つ、あ、ここ取ったんだ、絵を。かつてここに絵があった。この絵がヒントなんじゃないのかな。なんかそんな気がするんだけど、とりあえず何個か試してみようか。したら、全部向こう側向かせるとか。あ、これ一気に回っちゃうんだ。右側ぐるっと。あ、これむず。わからん。あ、いたいたいた。適当にやったらいたぞ。よーし。お、弾ゲット。リロードしよう。よし。で、グリーンハーブと、レッドハーブを、組み合わせる。バイオだ。これはバイオだ。これはブルースレートで、多分これバッテリー使うっていうことじゃないですかね。取れるっていうことは。あ、待てよ、あのスイッチか。これが、あ、違う、これは絵か。全部しまっておこうかな。銃以外はどこで使うかわからないから、うん、はい、ですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。